皆さんこんにちは。島ニュース&リポートです。今回の島ニュース&リポートはあのりの人形芝居についてです。それではどうぞ。6月28日水曜日、東海中学校郷土芸能クラブの生徒たちがあのりの人形芝居奉納上演に向けて練習を行いました。国の重要無形民族文化財に指定されているあのりの人形芝居は、志摩市のあのり地区に400年以上前から伝わるとされ、毎年9月にあのり神社境内の舞台で奉納上演されています。上演に向けあのり人形芝居保存会の会員の皆さんや浄瑠璃の師匠の指導のもと、重さが 10kg 以上もある人形を3人で息を合わせながら一生懸命操っていました。